今回は、ペンタックスのフルサイズフラッグシップ機となる、ペンタックス K1 マーク2の、シャッターシーケンスを見ていこうと思います。お見せするのは、光学ファインダー撮影時および、ライブビュー撮影時の、高速連写です。比較では、高速ファインダー撮影時のみですが、ペンタックスの APS-C 機である、KT との比較もお目にかけようと思います。さて、ペンタックス K1 マーク2は2018年の4月に発売、有効画素数が約3640万画素の、フルサイズセンサーを搭載した機種となります。フルサイズ初代となった、K1 の、後継機となりますね。大型のグリップがあるので、KP ほど、クラシカルなスタイリングではないですが、やはり尖ったデザインのペンタブは、バケペン、つまりペンタックス67を彷彿とさせます。水平を通した軍幹部に、垂直に配置された、操作しやすいダイヤル群も特徴です。連写モードでは、最高が約 4.4 コマ秒となります。撮像範囲を APS-C とした場合は約 6.4 コマ秒と、高速になります。今回お見せするビデオでは、フルサイズのステップ、つまり最高約 4.4 コマ秒の、設定となります。ということで、ここからはいつも通りの説明になるんですが、マウント左にある LED は、リモートレリーズの全押し信号をピックアップしているので、LED が点灯した時点から、シャッター幕が開くまでがおおよそのタイムラグです。一応その時間表示を下に示していますが、1200fps なので、割り切れないので、0.005 秒ごとの表示になります。時間表示はあっという間ですが、最初のシーケンスのみに表示しているので、もし再度見たいって方は巻き戻してみてください。あくまでも時間の方は参考レベルです。ちなみに 1200fps での撮影は通常の40倍、つまり通常の1秒を40秒に引き伸ばしての撮影となります。ではまず、ペンタックス K1 マーク2単体での、光学ファインダー撮影時の、高速連写から見ていこうかと思います。このシャッターシーケンスのシリーズでは、シャッター速度を125分の1秒に揃えているので、連写速度は若干遅くなります。このあと約5秒後からシーケンスが始まります。 LED が点灯した時点がシャッター全押しタイミングです。K1 マーク2は、ペンタックスの APS-C 機とは異なって、下から上への縦走りのフォーカルプレーンシャッターです。ブレードを動かすアームも、向かって右側にキラッと見えるように、その駆動系はグリップとは逆サイドになります。このレイアウトも、KP などと比べると、逆になってますね。このあたりは、後で比較の時にでも、再度確認してみましょう。ミラーアップ時は、気になるほどのバウンドはなくて、静かに静止します。ミラーが止まってシャッターが切れるまでの時間などを見ていると、ペンタックスらしい間を感じる動きだなと思いますね。またミラーダウン時ちょっとバウンドはしてるんですが、ミラー全体がふわふわっと全面的に軽くバウンドしているのがわかります。この動きから見ると、単にミラーの根元を中心にしてミラー全体を動かしているのではなくて、さらに一工夫加えながら動かしているのがわかります。ペンタックスの67もスイングバック式って言って、できるだけコンパクトなスペースでミラーをアップさせるために、後玉に触れないように、後方に引っ張りながらアップさせるような工夫がなされてますが、この K1 マーク2でも、それに近いような軌道で、さらに上に大きく持ち上がるような動きをしてます。この辺りが、とてもユニークに感じる部分です。では、その辺りを含めて、コマ送り、スローで見ていきましょう。最初にミラーが上がります。上がるときに若干左側が上に傾くように上がってきます。またミラーの奥のラインの移動量が大きい、つまりミラー自体は大きく上がっているように見えるのもわかりますね。ここも通常のミラーの動きである KP との比較で後ほどさらに確認してみたいところです。それにしてもメカニカルな工夫がよく見えて面白いところです。この後シャッターが開くんですが、シャッターの開口部が他のフルサイズ機と比べるとちょっと大きいように感じます。これはおそらくセンサーシフト式の手ブレ補正を採用しているので、その分のマージンを考えてのことかなと思います。シャッター幕は下から先幕が上がって露光、後幕が上がって露光終了となります。後幕は若干バウンドしているのが見えますね。
その後、ミラーが降りつつ、同時にシャッターの両膜も下がって、シャッターチャージが行われます。ミラーダウン終了と同時に、シャッターのチャージも完了となります。ではここから、K1 マーク2と KP との比較です。連射速度は異なるんですが、そのようなスピードよりも、フルサイズ APS-C、そのフォーマットによる違いとか、あと先ほど触れたような機構的な違いなどに、注目して見ていきます。この後約10秒後からシーケンスが始まります。KP の動画の方が LED がないので、ミラーアップが、動き始めるタイミングで揃えることにします。ミラーやシャッターの大きさの違いはもちろん、シャッター膜の動きの違いなどがよくわかると思います。そして先ほど触れた、K1 マーク2のミラーの動きの差にも注目してみてください。KP のミラーの方が、一軸、回転軸が1点だけ、中心があるという意味なんですが、一軸を中心とした、素直な動きなのに対して、K1 マーク2がちょっと複雑な動きをしているのがよくわかると思います。その部分に注目して、さらにスローで見ていきましょう。K1 マーク2の、ミラーの奥のラインの位置に、印をつけてみます。これをシャッターが開いた時点と、合わせて見てみると、撮像素子と、その印が被るほどの位置になっているのがわかります。この動きは、ペンタックス67のスイングバックとも異なって、ミラーの位置を、後ろに引き上げながらも、さらに上に引き上げているという、複雑な動きのようですね。一方 KP を見てみると、扉の開閉を横にしたような、とてもシンプルな、パタパタとしたような動きに見えます。外観的な面白さもあって、ユニークな液晶モニターの動きがよくクローズアップされる、K1 系なんですが、こんな内部機構にも、工夫が詰まっているのがよくわかります。最後に、K1 マーク2のライブビューでの、高速連射を見ていこうかと思います。ライブビューのメカシャッターでは、音でいうとタタン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 という、ユニークな、音がするので、ちょっとどんな動きになっているか、チェックしますね。ちなみに K1 マーク2のライブビューでは、メカシャッターとあと電子シャッターでも、使えるようになっています。ここはメカシャッターでいきますね。このあと約5秒後からシーケンスが始まります。LED が点灯した時点がシャッター全押しタイミングです。動きを見る限り、音の面白さとは異なって、極めてシンプルな動きなのがわかります。最初にシャッターの後幕を閉めて、全体をチャージし直してから、本番のシャッターが切れるという形になります。最初の音、タタンタンタンのタですね。これが比較的大きいのは、後幕を閉める際には、通常のシャッターが切れるパワーそのままの勢いということもあるかと思います。KP や K3、あるいは、ニコンの一眼レフなどの、ライブビューでの低速連射での、撮影時にも、似たような音になるので、ゆっくりめの連射だと、ちょっとひょうきんな音に聞こえるのかもしれません。もう一度今度は、スローで見ていきます。動きの方は、ミラーがないので、とてもシンプルです。まず初めに開いている状態から、シャッターの後幕を閉めて、次に全体をチャージし直します。その後に本番シャッターが切れるという形になります。シャッター膜は、先膜のブレードが若干山形に、弧を描くようになっているのに対して、後膜の方は、ストレートになっているのも特徴です。ブレードの材質も、両膜の1枚目4枚目、つまり上下端ですね、それと、中の、2枚目3枚目で、材質が異なっているのも面白いところです。